はい、こんにちは、笠森です。今日ちょっと CD を2枚しか持ってきてなくてですね、1曲、1回目ちょっとこの前の前のチームとちょっとかぶっちゃったんですけど、そこら辺はちょっと感銘をいただいて、一つよろしくお願いします。これ、うちもなりげに桜よそ食いとはご縁がありまして、そこの総取り曲です。毎年震災前は桜よそ食いの、福島の富岡にも行ってましたけれど、そこをだんだんとこう復興になってきました。またいつか、イベント、大きいイベントがまたできるんじゃないのかなと思いますので、ちょっと今日はかぶっちゃいましたけど、すみませんね、頑張っておいたいと思いますので、よろしくお願いします。それではちょっと恒例のご挨拶からスタートさせていただきます。会場にお越しのお客様、ちょっとでも笑顔になっていただけたらなという思いを込めます。満面のおやじのちょっと可愛い笑顔で